ですえー、おはようございます。こんばんは。えー、農家との編集でお送りしてます、1分間インタク、えーえー、年、今日も常年つかさ、チャンネルのニュースのトラガオから、えー、金曜日ですね、8時ですかね、プレミアム配信で、えー、ゲストがこの吉田さんですね、女性の方で、えー、まあ,あ、カリスマ投資家ということで、えー、まあ、もともと常年さんから、この、教えてもらったということで、えー、この、 金曜日ですね、えーえー、フライフライデーのジョネ,ネストドラム、いう、えー、ちょっと、えー、ザック、えー、肩の荷を下ろして聴けるあのーまあ、楽しいこのお番組ですけど、えー、本当に、えー、ジョネさん、えーえー、この これ、元ですかね。えー、まあ、その、日本長期、長期、最、え、近、ー、私も詳しく、日本長期銀行から債券銀行かな、そういう、まあ、都銀、大手ですね。えー、私は完全なあもう、うん、資金量が200億円足らずのお小さな、 えー、地域の信用組合でしたけど野菜屋さん酒屋さん相手に、えー、日がけを集めたりそういう,う日がけですね本当にまあそのジョネスさんはその債券ですかね桃銀、えー、まあ大きい公銀とかそういう債券のその、うん、まあこの一時そういう。 えー、カルスンですね債券が分かりませんけどそ,その債券の、えー、引き換えですかねまあ小切手は私たち、まあ、金融機関小切手行ったら自公が出した小切手は現金化できますねそういうことで、えーまあ、債券の私たち、まあ、国債、まあ、そういう債券を現金化す,することですかねなんかそういう、えー、ちょっと裏,裏,裏,裏話昔のそういう 金同じ金融機関ですけど、まあ,あ、だいぶその業務の内容が違います。そういう,う,いうことを思わされましたですね。えーえー、本当に、えーえー、楽しく、なかなか実際、ジョネさんもその海外で、その海外の株式、えー、株式ですかね、えー、なかなか結構厳しいということで、えー、本人チェック、その、 個人のが厳しいことで、えーまあ、シンガポールですかね、えー、現地、えー、集合現地解散ということでなかなか海外で口座を持つというのが厳しいことで、まあ、ジョネさんもいろいろ金とか、えー、原油とかいろいろ穀物相場ですねそういう一つの銘柄じゃなくて8銘柄を組み合わせたいろいろそういう取引の おがあ,あるということで、えー、なかなかある程度の金額、まあ,あ、資産がないとお、まあ、できないという条件があるみたいですね。改めてそういう、えー、私は、私がとて、えー、知り得ないところも本当に分、えー、からすく、えー、砕けて話してくださったことをた楽しく拝聴しています。えー もう最近、まだまだこの中身理解できないブームがありますけど、常年つかさチャンネルのニュースのトラガーからプレミア配信ですね。円高最大1ドル141円か142円。日経の逆進ぶりがやばい。FRB が来年3回利下げ、トリガー条項が行方不明ということで、これは2023年。 えー、この12月9日かな、あえー、この間違ったかな、9日かな、は午前8時のジェ,ジェネスト、ジェネ,ジェネ,ット,、えー、ジネトラスダムですね、フライデー。はいえーまあ、1ドルが142円、1時141円ですね、1位として、えー、2位が FRB の利下げ3回あるかどうかですね、えー、そして、えー、この鳥が、トリガー 条項ですかね、見送りということで、えーまあ、岸田総理が検討するように、3、えー、党に指示してましたですね、公明党。 国民民民主党党と自民党ですねまあそういうことで、えー、経済ですね鈴木財務大臣がまあ中止とかいろいろその、えー、まあ、財務省また為替のそ,その、うん、予想ですね、えー、まあ,あ結果が出てするとまあ素人私は実際かあそういう株式とかいろいろしてませんのであこの えー、拝聴してますけど、えー、もう先に手を予想しておかないと、そういう、まあ、ハイリスク、ハイリターンですので、えー、もうこの、まあ、情報が出ていますので、それを情報を見てすると、もう馬場を使いますということでね、まあ株が上がったり下がったりするときですので、えー、下がる。 時に買って、上がったところで売るというのが本当に、まあ基本ですね、下がったところで、まあそれは基本、誰でも分かりますけど、それが難しいところで微妙に下がった、低いところで買って、高いところで売るというのがまあ基本ですけど、まあ実際そういういろいろ市場が動いていますので、そういう世界情勢、アメリカのその、 fbr ですかねそういうアメリカの世界情勢金融政治と絡んできますね、えー、なかなか予測してのその、まあ、ジョネさんもそのそのまあ多くはいリターンした時もあるけどはいリスクもありますねそういうことで、えー、まあ、うん、資産の十分の1って,言ってですね10%ですね、えー、っちゅうことで決めてし,してるということでまあそういう。うん なかなか経済についての、えー、まだまだあ、えーえー、目が離せないというか、ま、本当に、えー、なかなかまだ理解できませんけど、えー、楽しみにウォッチングしています。マサトです。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願い,いたします、えー。次回の1分間、ー1分間のけでお会いいたしましょう。マサトでした。終ですパソンプロジュートシャロム、シャロム、シャロム。